皆さんこんにちは、シンです。今回皆さんに紹介させていただきたい商品がこちらです。サンウィンメンの M25CTI フラッシュライトです。このフラッシュライトの表面がロレド加工で持ちやすいんです。この M25CTI フラッシュライトの本体の長さが 113mm です。ベゼル部の直径が 28mm です。照明重量が 108.5g です。クリ XM の L2U3LED を使用してます。ベゼル部の中には反射しにくいコーティングをしました。本体全体が TC4 チタン素材ですごく丈夫です。またこのフラッシュライトが使える電池として2本の CR123A 電池、あるいは18650電池が使えます。またこのフラッシュライトが IPX8 防水機能がつきます。続いてはこのサンウェイマンの M25CTI フラッシュライトの照明パラメータについて紹介いたします。このライトの最大照明距離が 200m です。照明モードは4モードがあります。1000ルーメンのタポ光度と550ルーメンのハイ光度と220ルーメンのミド光度と30ルーメンのロー光度があります。ただしタポ光度の場合は3分後自動的にハイ光度になります。このライトの最大の使用時間は40時間です。ハイ高度では 1.5 時間が使用できます。次は使用方法について説明します。このライトの使用方が簡単です。すべてがこのリングで調整ができます。右に回すとライトがローコード、ミドコード、ハイコード、タポコードの順になります。一番右に回らないときが、ちょっと早く戻してまた回すと、ストロボモードになります。同じく戻して早く返すと、SOS モードになります。また同じく戻して早くなるとビーコンモードになります。これは位置が知らせるモードです。閉めたい時がこのリングが左回ります。閉めました。このサンウェイメンの M25CTI フラッシュライトがライトの本体以外にラインヤードや交換のゴム感も入ってます。以上でこのサンウェイメンのM25CTI フラッシュライトについて紹介が終わりました。皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。バイバイ。